日本の良いものを世界へ、日本文化紹介、アガタジャパンマークです。今日の老舗の一品はさらしな布屋さんのさらしなそばでございます。完成3年ですね。1791年、創業でございます。もともとですね、反物屋さんだったんですよね。布屋万吉さんっていうですね、信州のですね、反物商がいたんですけども、この人がそばがめっちゃうまかったんですよ。そば打ち上手って言われてて、江戸に行商した時にですね、領主の星名兵部醤油さんっていう方が、星名さんっていうですね、ご領主がいたわけですけども、まあもうさ、万吉さんさ、もう布屋もいいんだけどさ、そば上手じゃん、そば屋に転校したらみたいなこうことを言われたそうなんですよね。マジっすか、やっちゃいますみたいな感じでですね、起業したっていうのがさらしな布屋さんということでございます。結構人の手にですね、よってですね、石臼製粉をしてるっていうところ、これ結構めっちゃ大変なわけですよ。人の手にこだわるっていうところで言うと、要は単純に言うと手間かかってますと。お蕎麦の実が来まして、それをどう、こう製粉していくかっていうところっていうのが、やっぱり一つこだわりポイントになってくるかなというふうに思うわけですね。では早速見ていきたいと思います。さらしな蕎麦っていうのは、いわゆるですね、蕎麦の実の中心に近い芯のところだけを使ってる。だからさらしな蕎麦の特徴としては、こういう純白なお蕎麦ですよというところでございます。買うとですね、ちゃんとおつゆも一緒についてきますんで、安心してください。じゃあいただいていきたいと思います。美味しいですね。ほんのりした甘みみたいなのがあって滑らか、逆にその蕎麦らしいところを、そいで、まあ、甘みの部分を追求して純白のお蕎麦、まあ、お殿様とかにね、食べてもらうようなやつで作っていたという話も聞いております。というわけで本日ご紹介させていただいたのは、さらしな布屋さんのさらしな蕎麦でございました。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、アガタジャパン登録よろしくお願いします。マークでした。